こんにちは。こんにちは。今日はラングラー実際乗ってみてどんなのっていう動画を撮っていきたいと思います。はい、お話しします。うちのラングラーは2022年式の JL サハラ 2.0 に乗っています。で、うちのラングラーなんですけど2インチ上げてる状態です。はい。で、ジャオスのバトルズで2インチ上げております。これは、もう納車の時にディーラーの方でやってもらってって感じです。そうですね、うん。で、乗り心地に関してなんですけど、やっぱり前の座席はなんかそれほど揺れとか、うん、羽とか、うん、まあ、そんな思ってた以上に感じないんですけど、やっぱ後部座席に、うん、乗ってると結構段差とかで結構跳ねるかなっていう感じですね。うん、確かに。まあ実際こういう車だし、その跳ねるとか乗り心地に関してはまあいいとは思ってなかったし、まあ全然うわ乗り心地悪いなうわーっていう気持ちは全くないです。うん、逆に言ったらめっちゃ乗り心地悪いんだろうなっていうイメージやったから、うち的にはね。あ、だからすごい悪い印象だったから、うん、それよりもあ全然いいじゃんっていう感じです。でもあれでしょ、後ろに乗ってる時さ気持ち悪いじゃん。昔から本当にちっちゃい頃から三半規管が弱くすぎて、マジで弱すぎて、ミニバスやってた時も遠征のたびに一人でめちゃくちゃ酔いまくってるぐらいだったので、こないだ宇都宮行った時も帰り道山道ね、もうこんな揺れて、もう生きた心地しないぐらい気持ち悪かったね。ね、マジでしんどい。三半機械、機関弱い人はちょっと、うん、ちょっときついかなみたいな感じでしょ。そう。でも助手席に乗り換えれば全然平気です。後ろに乗ったままだったらマジで終わってましたね。うん、うん、って感じですね。なので三半機関弱い人は後ろ後部座席にずっと乗っているのはちょっとやばいと思います。あと、まあ、2インチアップしてるのもあるんですけど、めっちゃ車高高くてめっちゃ見やすいよね。そうね、うん、やっぱラングラー見た目以上に運転しやすいっていう結構みんな言ってて、でやっぱり納車した時は家に帰るまでめちゃめちゃ緊張したんだけど、うん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 、やっぱさ、こんな車高の目線高い車乗ったことないしさ。確かに。まあ、試乗で乗ったけど、うん、試乗だけじゃん、うん、で実際こんな高いの乗ったことなかったし、うん、でめちゃめちゃさ、やっぱ幅もあるでしょ、うん、でその面でやっぱ怖かったんだけど、で次乗った時はもう夏休みでさ、実家の方までさ行ってさ、うんうんうん、乗り回したじゃん、うんうんうん、もうそれでさ慣れちゃってラングラー運転、うんうんうん、でやっぱみんな言ってる乗りやすいっていうのはやっぱあ本当なんだなって思いますね、うん、まあ小回りはねやっぱ効くよね、思った以上に。そう、やっぱ JK より JL 小回り効きやすくなってるって言ってて、まあ JK ちょっとどんぐらいかわかんないんですけど、うんうんうん、JL 乗ってみて
やっぱ思った以上に小回り効くし、うん、もうすごいなと思って、こんなでかい車なのにこんな小回り効くんだって思いましたね、うんうん、結構この道曲がれるって道とかさ、うん、意外と曲がれたりするよね。だってね、そうね、曲がれちゃうね、うん、ね、でそこは本当びっくりした、うんうんうん、みんなが言ってることがやっと乗って、ああなるほどねってやっと理解できますね、うん、うん。あとはうちは赤ちゃんがいるんで、うん、結構後部座席の出入りが多い家庭なんですけど、後ろのドアの乗り口がやっぱちょっと狭いんで、うん、結構ベビーカーじゃなくてチャイルドシート乗せるときとか、あと乗り込むときとかさ、子供抱っこしたままでさ、うんうん、乗り込むときとかさ、うん、結構狭いなーって感じですね、後ろの席のドア乗り場はちょっと狭いなーっていう感じですかね、うん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 、ですね、うん、基本私は子供抱っこして車に乗り込むことが多いんですけど、まあまあちょっと大変ですね。分かってはいたけど大変、うん、うん、まあでも慣れたら別にそんななんか、うん、大丈夫です、ね、うん、慣れればね、慣れるまでがやっぱちょっと大変かなっていうのはあるけどって感じです、うん、であと積載についてなんですけど、うん、やっぱラングラーのロールバーっていうのがあって、でやっぱ後ろの荷物載せるとこもそのロールバー結構邪魔して、うん、結構思った以上に荷物が乗らないっていうのが事実っていうか、うんうんうん、まあ、結構見た目的にはめちゃめちゃ荷物入りそうな車って見えるかもしれないんですけど、実際後ろ開けてみると荷物積んでみたりして、あれ思った以上に乗んねえなっていう感じですかね。でやっぱキャンパーの人とか結構ラングラー乗ってる人いっぱいいますけど、うん、やっぱキャンプやってる人はもう特に荷物多いじゃないですか、うんうん、でそうなるとやっぱ後ろのスペースだけじゃ結構入りきれない人はやっぱりルーフラッグを結構みんなもうつけてますよね、うん、やっぱキャンパーの人はもうルーフラッグもう必須のアイテムみたいな感じだとは思います、うん、まあ、でも乗ってみて、あ、これは必要だよなって思うね、うんうんうん、感じたね、うんうん、あとはスピーカーがいい。そうね、うん、スピーカーはめちゃめちゃいいね、うん、なんて言ってもロック好きなので聴く歌がやっぱこうね、重点音がねめちゃくちゃいいよね、響いてね、うん、ただその音が大きすぎるとスピーカーが後ろだから息子がびっくりしてたまに泣きますねごめんねっつって音量下げてね。あと燃費なんですけど、私たちは、うん、埼玉県の中だったら割と栄えてる方に住んでるんですけど、そこで、まあ、週末乗るのでだいたい燃費がいくつ？街乗りでもう7から8ですね、うん、でたまにその遠出したりその実家に帰省したりで高速乗るとき、うん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 、で一番いい時で11ぐらい行ったりしますね、うん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 、実家帰るときは高速3時間ぐらい乗ってて、3時間も乗るとまあそれぐらい燃費が上がりますね。思ってた以上にさやっぱ
燃費良くてびっくり、びっくりだね。うん、やっぱそうタイヤとかも変えてるでしょ。うんうんうん、で燃費落ちるじゃん。うん、タイヤもでかくしてさ。うんね、だから意外とって感じのことがうちらはラングラー乗ってて多いね。そうだから5とか6俺想像してたのよ。うんうん、うちもそれ想像してた。なんかそういう動画も見たことあるしね。まあ、そうまあ本当好きな車だから燃費とか全然まあ気にしないからいいんですけど確かに、まあ、いい分にはいいじゃん、うん、燃費が嬉しいからね。そう、うん、だからそこは結構意外だなっていうポイントでしたね、うん、燃費に関しては、うんうんうん、だから別に燃費悪い車だなって今のところ全然思ってない。うん、まあ週末しか乗らないっていうのもあるし、まあ、お出かけの時とかしか乗らないっていうのもあるけど、まあそんなにガソリン入れる頻度もねうちら高くないしね。しかもそうだ、ね、ガソリン代もそこまでかかってないでしょ。だって想像より 月1ぐらいじゃん入れてる。うん、本当出かけるってなったら2回ぐらい入れるかもしれないです。うんうんうん、今のところ月1ぐらい、うんうん、って感じですね。なので燃費はまあ私たちの住んでるところ、まあ、行動範囲内的にはこんな感じでまあいいよって感じですね。うん、うん、この座席、座席のことを話しすると、あの助手席は普通にめっちゃ伸び伸びと座れますね。後部座席はでも乗っててもっと狭いと思ってたんですよ。本当にマジで足も全く伸ばせないぐらい狭いと思ってて、うん、だから帰省の時とかちょっとしんどいかなって思ったりとかもあったんですけど、そんな全く伸ばせないっていうほどでもなくて、なんならこのここの助手席とか運転席、前の席と後ろの席が距離がそこまでないのが今は逆にすいません、逆にメリットで、違う、うん、そう、逆にメリットで、なんでかっていうと子供がまあ例えば寝てるから私は今こう助手席に座ってるんですけど、でもたまに起きちゃってでも後ろに行けないって時とか普通に手が届くので、子供との距離が近いから安心するって感じでしょ。うんうんうん、そう、逆にもう一台持ってる N ボックスの方が車内を広々と使っているので、なかなかこうすっごい手を伸ばさないと、あの子供にこうおやつを運転してこう信号待ちの時にひょいってお菓子あげたりとか、なかなか難しいよね。うん、ラングラーの方がやりやすくない？だってあげやすいよね。っていうのは私の中が勝手に思ってるメリットです、ね、うん、もうラングラーって後ろの席がリクライニングできないんですけど、席倒したり、うんうん、タイガーオートさんとかそのキットを発売してて、まあ、ちょっと後ろの席が倒れるようにカスタムできたりするんで、やっぱちょっと倒れるだけでも多分広さ全然違うと思うし、そういうのもカスタムでできちゃうんだよっていう、うん、話でした、うん、って感じですかね。なんか結構話いっぱいしたかな。まあ、納車してみて3ヶ月で今、まあ、こんな感じで感じてることを挙げて喋ったんですけど、うん、やっぱ今後子供も大きくなったりしてさ、うん、これからも乗ってってさ、うん、やっぱ こういうことまた気づいたとかあったら、うんうん、またそれは別で撮っていきたいと思います、ね、動画でお話できればなと思います、はい、もしこの動画が参考になったりいいなって思ったら高評価とチャンネル登録をお願いいたします。ではありがとうございました。バイビー、バイビー。撮ってる？